ジャン・ロベール・ピット、サンディエイ・コール・デイ・コール・ボー、2013、ジャン・ロベール・ピットは、パリ生まれのフランスの地理学者。ピットは、景観と食文化の専門家であり、パリ地理学会会長、国際地理学フェスティバル開発協会会長、食の遺産と文化のフランス委員会委員長を、務めており、さらに、シャトー・デュク・ロド・ブージョで開催される、リーバース・ ENP に祭りの代表者でもある。 2011年には、フランスワインアカデミー会長となった。2008年3月3日、ピットは、フランス学士院倫理、政治学アカデミー歴史、地理学部門の会員に1回目の投票で選出され、ピエール・ジョルジュ死去後の空席を埋めた。ピットは、2003年から2008年まで、パリ第四大学の学長を務めた。ピットは、大学入学試験の検事を求め、また、 大学授業料の引き上げを求める立場から論人を張り、これによって生じる影響を緩和するために、奨学金の引き上げと所得に応じた負担の調整を行うべきだと主張した。ピットは1966年から1971年にかけてソルボンヌに学び、1971年に学士となった。1975年、 パリ第四大学で地理学の博士号を取得した。1986年には同大学から文学博士号を得ている。ピットには人間と国の関係史についての著作もあり、警戒形成史や食文化研究に主な関心を寄せている。1983年に交換されたピットのフランス文化と風景はフランスの都市や 農村の景観の進化を後付けたものである。そこでは、人間の諸活動がいかに景観を改変してきたかを、ローマの属州としてのバリアの体系的な、都市計画から、田園空間の順地化の進行を経て、近代における農地の交換文豪や、グランドアンサンブルの建設に至る過程に焦点が当てられている。ピットは、古代における自然と、都市建設から中世までの時代を、 神聖なものとし、ルネサンス以降の近代を特徴づけて、世俗的なものとして対地した上で、現代が凡庸な景観に終わる恐れがあると論じている。ピットは、アグレガシオンを得た後、パリのリセ・シャプタルの教授を1年務めてから、国家法仕活動に志願して、ヌアクショットの高等師範学校の助手を2年務めた。百七十四年、パリ第四大学の助手となり、その後、 講師を経て助教授となった。さらに1988年に地理学の教授となっている。ピットはパリ第四大学において1988年から1991年まで都市計画、開発研究所の代表を、ついで1991年から1993年には地理学、開発分野の教育研究単位の代表を務めた。 1992年、ピットは地理学のフランス全国委員会の会長となり、2000年まで2期の任期を務めた。1993年から1995年まで、ピットは高等教育研究省に置かれた大学地図、地方業務委員会の委員長であった。1997年から2001年まで、ピットはパリ第四大学の副学長となり、 2003年から2008年にかけては同大学の学長を務めた。ピットはフランス大学長評議会の障害委員会の委員でもあり、また欧州歴史図書文化研究所の学術顧問でもある。2010年6月23日からは2009年の労働法典の改正によって新設された情報、進路指導委員となった。 人文学系の研究者の中でピットは率直な物言いで際立っている。ピットは特に2006年の初期雇用契約導入に反対する学生運動の公用以降、社会的な論争となるような多くの問題について発言している。ピットは学生たちによる大学の選挙に反対し、そのような行為は違法で中文的だとし、学生たちの振る舞いは 甘やかされた子供たちのようで何でももらえると思い込んでいる、と述べた。こうした批判は、著書、治案、音部門にまとめられ、運動収束の数週間後に出版された。ピットは、ブレストリの飼育には1話20平方メートルの空間が用意されるのに、ソルボンヌの学生たちには1人2.6平方メートルしか空間が与えられていないことを指摘し、その責任は、 教育機関の公的所有と労働組合による改革への妨害にあると主張した。この本は一部の労働組合関係者の間から強い反発を招いた。ピットは幽霊学生の追放を求める動きを支持し、その犠牲の上に学園の名声や評判を守るためには授業料の引き上げこそが唯一の解決策だとした。こうした言論によってピットは 反動を投票された。2007年3月、ピットは大学自治の機構改革や入学検定料授業料の引き上げが速やかに行われないのであれば、パリドフィーヌ大学から特別高等教育機関の位置づけを剥奪すべきだと表明した。2007年、ピットは大学の自由と責任に関する法律の内容を行き過ぎであると主張し、特にガバナンスについて、 大学共同体があまりに閉鎖的に過ぎると論じた。ピットは、偽善的な現行の学生選考制度は失敗であり、知性的な進路指導に基づく選抜によって、すべてのものに成功を、速やかに仕事に結びつく学位の取得という方で、もたらすことが可能だと論じた。こうした発言は、ピットを、うはいの型入れで知られる存在としたが、他方では、同僚教員、大学職員、 そして学生たちの支持を失い、2008年3月14日にパリがイオン大学、ソルボンヌの学長職を追われ、2007年のフランス大統領選挙で社会党のセゴレーヌロ・ロワイアル候補を支持していた左派のジョルジュ・モリニエ教授が学長に復帰した。2010年6月23日、ジャン・ロベール・ピットはフランスワ・フィオン首相によって情報、進路指導委員に任命された。 ありがとうございます。